パブロイグレシアス・トゥリオンは、スペイン・マドリード出身の政治家。2014年から、ポデモス党首。政治家になる前は著作家、マドリード・コンプルテンセ大学の政治学講師、テレビの政治討論番組司会者として活動していた。2014年5月に、ポデモスから欧州議会議員選挙に当選して、欧州議会議員となり、11月に、ポデモス党首に就任した。 現在でもテレビ番組、ラトゥエルカとホルトアパチェの司会を務めており、また頻繁に政治討論番組に出演している。1978年にマドリードで生まれた。2001年にコンプルテンセ大学で法学の学位を取得し、2004年には政治学の学位を優等で取得した。2008年にはポストナショナルコレクティブアクションという主題で政治学の博士号を取得し、 政治学のマスと教員免許を結出した成績で取得した。2010年にはマドリードのカルロス三世大学で映画の政治的分析という主題で人文科学の修士号を取得し、スイスの X では政治理論、映画、精神分析を学び、2011年に情報科学の修士号を取得した。その後はコンプルテンセ大学で政治学の主任講師を務め、 2014年9月には、同大学の名誉教員となった。イスパン TV の政治討論番組、ホートアパッチと、プブリコ TV のラタアーカで司会を務め、コンマのイスケールだという制作会社で、放送ディレクターを務めた。2002年以降には、学術雑誌に30本以上の論考を発表している。2014年の欧州議会議員選挙に向けた選挙。 運動中のイグレシアス・イグレシアスは自身を左翼の位置に置いており、かつてはスペイン共産党の党員であり、また反グローバリゼーション運動に参加していた。2014年1月には数ヶ月後の欧州議会議員選挙参加を見据えたポデモス運動の主体者の一人となり、4月3日の公開予備選挙でポデモスの選挙名簿筆頭に選ばれた。ポデモスは 欧州議会議員選挙でご奇跡を獲得して、国民党、社会労働党、イスキエルダプルラルに次ぐ、第4党となり、イグレシアス自身も欧州議会議員に当選した。ポデモスは、欧州議会で、欧州統一左派、北方緑の左派同盟に所属し、6月25日、イグレシアスは、グ、NGL から、欧州議会の議長に推薦された。はい。 私の国の市民が主権と社会的権利を回復するために、それを変えるまで誓います。欧州議会議員就任後スペインにおける2014年のビング検索ランキングでは、大流行を見せたエボラ出血熱、黒字化を果たした国有銀行のバンキアに次いで、イグレシアスが第3位にランクインした。イグレシアスは、プブリコ、ケイセンレド、ディアゴナル、レベリオンなどの 2013年10月にはメディア活動による社会変革の功績が称えられ、カルロス三世大学のジャーナリズム、視聴覚情報学科からエンホカドス賞を授与された。同じ賞をイグナシオ・エスコラールとジョルディ・エボーレも受賞している。2003年、テレ系によるテレビ番組ラ・トゥエルカの司会に就任した。2012年11月、テレビ番組 ラセクスタコルムナのコーナー、ラホイの一年にアナリストとして出演し、2011年に与党の座に就いた国民党のマリアーノ・ラホイ政権の一年を分析した。2013年5月、イグレシアスはインテレコノミアが放送するテレビ番組、エルガ島あるアグアにゲストとして招かれ、2012年9月25日にマドリードで起こった、でも、ロデアエルコングレソについて発言した。 これ以後には他のメディアからも出演依頼を受けるようになり、エルガトアルアグア、エルカスカベルアルガト、ラセクスタノチェ、ラスマニャーナスデクアトロ、24 h のチチェなどの討論番組で人気のゲストとなった。祖父のマヌエル・イングレシアスはフランコ大政下のスペインで死刑宣告を受けたが、彼に対する告発の不正が証明されたため、死刑は執行されなかった。 母親のルイサ・トゥリオンはスペイン労働者委員会の顧問弁護士、父親のハビエル・イグレシアスは元歴史学教授で労働監督官である。イグレシアスによれば、父親はマルクス・レーニン主義、反フランコ主義の過激革命組織フラッペのメンバーだった。イグレシアスの名前は、社会労働党を創設した社会主義者のパブロ・イグレシアスに由来している。 ありがとうございます。